最初に言っておく。この戦い、すでに我が軍の勝利は決まっている。指揮を委任されたアービング少尉だ。天才なんだってな。あいつは頭のおかしい変人だ。君は間違いなく出世する。同期として誇らしいぜ。可能性は否定できない。ならば決断せねばなるまい。反逆罪。お前さんは今日から422部隊に所属する七白セブンだ。死ぬ気で働けば転属できるかもな。これはどういうことだ。あんたに聞く権利はあるのか。脱走は銃殺権。こんな部隊にいたらいつかきっと。せいぜい頑張れよ捨て駒。それでも戦う意志を貫くものでなければ軍人になるべきでは。422部隊レーブレス、行動開始する。チェスでさえ先行と後攻がある。対等な条件などありえない。待ってくれた。強行突破できそうにない。72時間以内に拠点攻略しろと約束された将来などない。安らかに眠れ友よ。私こんな容姿だからずっと変な目で見られてきました。サーティーンと一緒に出撃するのだけは勘弁な。サーティーンが避けられているのは知っている。死神の異名もだ。目が赤くてこんな髪で。全滅は5回だが隊長は6人殺してるんだぞ。ここで頑張ってダメならきっとおしまいだなって。自分の居場所は必ずあるって信じていたから。お前は自分が何者か知りたくないか。見えろ、あの青やつか。悪魔だ。来ると。今後お前は私の観察対象になる。体が燃える。信じられる。何もかもが信じられる代物じゃない。早すぎる。動きが目で捉えられない。逃げろ。皆殺しにされるぞ。わかるな。お前はあれと戦うのか。悪くるよ。ねえクルト、どうしてあの時私を。よく聞け。一度しか言わない。エースは自分の意思でこの舞台に来たというのか。エースは同じダルクス人の俺まで拒絶するんだ。目的を果たすまで他のことは考えない。俺と取引をしないか。お前の名を呼ぶ理由も呼ぶつもりもない。エイル州、私たちの花。あの時一輪も残さず燃え滅んだと思った。イムカ、お前らは戦う意志を持つダルクス人だ。自分はあれに復讐しなければならない。仇を撃たねばならない。じゃあさっさとバルスリアを勝ってきなさい。殿下の陣を荒らす愚か者どもよ。俺とネームレスは必ず君に協力する。でも私はみんなを守りたかったの。恐れるな、イムカ。